さて、毎週金曜日はウェザーニューズの気象予報士に聞くお天気箱です。今年もお話を伺うのは気象予報士の甲斐貴博さんです。甲斐さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。では早速今日のテーマをお願いします。はい、今日は小寒についてです。今日6日がですね、二十四節気の一つ小寒ということになります。小さな寒さと書くんですけども、今日からおよそ1ヶ月間が、1年の中でも最も寒い時期に入るということになりますね。でまたこの小寒大寒と続いていきまして、立春までの前日節分までを、寒の内と言いまして、この寒の内に入るということで今日は寒の入りとも呼ばれています。この寒の内の間にはですね、新年の挨拶に送る、はがきがありますけども、それを寒中見舞いと言いますよね。またこの寒さの厳しい時期に、寒稽古などを行って心身ともに鍛える、そういった行事もこの時期に多くあるようですね。ただ気温自体はですね、この寒さに逆行するかのように上がっていきそうなんですよね。まずはこの気になる3連休から見ていきたいと思うんですが、今夜から明日の明け方にかけては雨や雷雨、そして場所によっては雪が混じるかもしれませんけども、明日の朝にはもう雨が上がっていると見ています。日中は天気が回復して、気温も11度くらいと、だいたい平年並みの気温まで上がっていきそうなんですが、明日はですね、黄砂が飛来する可能性があるんですね。今日も PM2.5 も濃度も高くなっていましたし、呼吸器系に不安のある方、明日もご注意ください。そして明後日日曜日、そして月曜日、成人の日はおおむね晴れの天気ということで、行楽や成人、20歳の集い日和ということになりそうですね。お着物を、着られる方も多いかと思うので、お天気恵まれてよかったですね。そうですね、明日土曜日というところもあるんですが、雨も上がりますので、晴れ着姿濡れることはないかと思いますね。そしてその先の天気も見ていきますと、木曜日にかけておおむね晴れの天気続いていきそうですね。そして気温に着目しますと、気温に着目していきます。気温自体はですね、明日まで平年並みなんですが、それからはだんだんと気温が右肩上がりになっていきまして、来週の金曜日には最高気温予想が18度ということで、4月上旬並み、お花見をする頃のような季節外れの暖かさになってきそうなんですね。寒の入りなのにですか？もう逆行していますよね。でこの暖かさが急にやってくるということで、少しですね、体調の変化が起きやすくなることになりますので、十分注意が必要になってきますね。このままずっと暖かくなって春が来るというわけではないですよね。そうですね、暖かくなってほしいんですが、この先この反動が大きくてですね、ぐっと気温が再来週の頭には下がってきそうなんですね。そうなんですか。じゃあこの後これがこうなるってことですね。そういうことになりますので、かなり気温変化、来週そして再来週と大きくなりますので、くれぐれも体調管理にはお気をつけください。わかりました。ここまで甲斐さんのお天気箱でした。甲斐さん、ありがとうございました。ありがとうございました。